ホーミーズ。皆さんこんにちは、ルケツです。今回は知り合いの山岡さんの息子さんが転校した先の学校の間取りがなんだか変みたいなんですよね。今回はいくつか間取りが送られてきたので確認していきたいと思います。もしもし、ルケツさんですか？ルケツです。どうなさいました？今送らせていただいた間取りが何かおかしいらしいのですが。そういえば、この学校に死の組があるという噂が伝わっているのですが。死の組？一つ気づいたことがあります。何でしょう？この職員室。これは何か嫌な気持ちになります。次の間取りなんですが、どうやらプールエリアに関する間取りのようです。ご確認ください。更衣室を見て違和感はありませんか？更衣室、男子更衣室に窓がありません。本当ですね。一方、女子更衣室はどうでしょう？女子更衣室は1、2、3、4、5、6、6個の窓があります。なぜ女子更衣室だけ男子更衣室より窓が多いのでしょうか？先生からの配慮かと思われます。他に変なところはなさそうです。特に怪しくはないと思います。失礼いたしました。普通の間取りでした。次の間取りはこちら、校長室の周辺の間取りのようですね。何かおかしいところがありました？池田さん。そうですね、校長先生はさまざまなプレッシャーで汗をかくので、シャワールームがあることはおかしくはないですね。しかしながら、隣の保健室、そして音楽室と校長室の関係、何かおかしくないですか？あ、保健室にベッドが2つある。これは校長先生と保健の先生に何かがあったかもしれません。何かと言いますと？おそらくここで放課後×××をしているかもしれません。校長室が保健室だけではなく音楽室ともつながっている件について、何か校長先生の背景が見えてきませんか？背景、不倫、違いますかね。違いますよね。まさかそんなことはないでしょうね。あ、どうやらね、体育館ですね、こちら。体育館。はい。一見普通の体育館のようですがね。そうですね、これ何がおかしいんだろう。なかったらなかったで次に行きます、はい、ないです。あ、ないですか、はい、失礼します。ないです。ルケさん、どうしました？あ、失礼いたしました。目やにが、あ、目やに。ルケツさんも目やにが出るですね。
トイレまでの道中で何か違和感はありませんか？違和感？あ、トイレに行くまでの廊下がちょっと長め。まあ、ちょっと長い。ちょっと長めですね。まあ、ちょっと長いですね、はい、確かに。一つ変なところに気づきました。何でしょう？トイレに行く道中に給水ポイントがあるのですが。はい。おしっこを我慢していた際に水を飲むという行為は虐待にあたります。トイレの直前に何か違和感は感じませんか？トイレの直前に反り立つ壁。まさか一発で当てられるとは思いませんでした。ちょっと一旦これなしで、ここなしで。なし。次の間取りなんですが、間取り上のアルファベットの略称が SJ となっていました。 SJ、 私は洗面所の略かと思ったのですが、ルテツさん、どうやら確認してもらってもよろしいですか？SJ に何か心当たりがありますかね？SJ、 これどこから窓に持ってきたんですか？学校内の SJ を拡大した図になっているんですが。なるほど。これ洗面所？私は洗面所の略だと思ったんですが、洗浄なわけはないですよね。洗浄、ちょっと聞き馴染みのないフレーズ。そうですよ。あ、その SJ に関するさらに詳しい間取りが入ってきました。こちら見てもらってもいいですか？なるほど、なるほど。なるほど。これ、ま、間取りですよね、これ。間取りですよ、もちろん。なんか、すごい、これ正面に見えてるような気もしなくもないんですけれども、間取りです。間取り、間取りです、あくまでも。そうですよ。はい。こうですよね。こうですよね。こうじゃないですよ。こうですよ。もうそうです。そう見るのが正しいかと。この間取りはノーコンテストということでよろしいですかね。どうやら次が最後の間取りのようです。はい、わかりました。家に帰れない先生のための宿舎のような間取りのようです。なるほど。こちらルケツさん、心当たりありますかね？ちょっと待ってください。あ、いい。どういったことか説明してもらってもいいですか？私のお家ですよね。これどこから入手したの？ルケスさんのお家ですか？これは私のお家に見えます。エントランスから右手に洗面所やトイレがあり、まあ、正面に2つの部屋があり、左がここの部屋です。こちらは学校の宿舎です。ルケツさん、落ち着いてください。ルケツさん、もしもし、ルケツさん、本当にここで撮影しておきましょう。もしもし、やめてください。あ、の千葉原ですけども。あ、千葉原でした。どうなさいました？苦しそうなんで撮ってもよろしいですか？ちょっと。わかりました。はい。じゃあこれが取れる。赤顔。息苦しい。赤顔。まあ、映画変な家が今話題ですけども。ね、めっちゃ話題やね。変な学校の間取りを、はい、一緒に見ていきました。もう完全に終わった人さんの動画見ながら。本家よりも終わった人さんの受け継を見ながら参考にしてました、はい、今回この動画を撮るにあたって、ね、はい、終わった人さんを見て、その後に本家さん
れば、そっちに入りやん。そうそうそう。だから逆を言えば、この動画を見て、まだ本家を見てない人は、こっちを見て、ホービーズ新規の、ルケツさんを見た後に、ウケツさんを見てもらって。じゃ映画の売り上げに貢献するかもしれない。そうなんですよね。はい。ということで、この動画がいいなと思ったら、チャンネル登録、高評価と、X、Instagram、TikTok のフォローもよろしくお願いします。また次回の変な学校でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。